はい、7月21日木曜日ね。技術が技術じゃなくなるよね。まあ、パーマ巻くのなんか確かに技術かもしんないけどね。あんなもん負ける人にとったらさ、鼻歌混じりでさ、技術でもなんでもないよね。じゃあカットは何が技術なんだろうね。まあ作りたいものが作れる、切りたい場所が切れる、ちゃんと。で、お客さんの言われたところがちゃんと切れる。で、これからね、若い方がね、美容師さんね、カット始めるときにね、ベーシックカットが切れます、レイヤーが切れますだろうね、チョップカットができます、じゃあもうダメなんだ、最近うるさく言ってるけどね、毛量調整、セニングによる毛量調整ができないとね、それはカットができたうち入らないっていうの。これは口うるさく言ってる最近ね。で、セニング入れたらね、毛先がバサつく。そんだったらチョップカットだってバサつくからね。当然、ストロークカットだって、スライドカットだって、毛先しつこく入れてりゃバサつくんだよね。で、セニング入れたらね、爆発するって、それやっぱり使うセニング間違えてんだよ。10%とかね、20%をね、うまく使いこなさないとね。そういう技術を持ってない先輩が、若い美容師さんに教えるとね、セニングなんか入れるから爆発すんだよ、そんなものってね。道具もね、高い道具買えっていうわけじゃないんだよね。9800円シリーズのね、10%、20%。まあ、20%は後ろ中心ね。で、あと、サイドとかね、毛先、微妙なとこは10%、トップの方とかね。新聞書いたり、千代紙折ったり、そんな無駄な作業と言っちゃ申し訳ないけどね、文句も言わずにしているアシスタント。アシスタントはやんないんじゃねえか？リンクス先生さ。これやっぱりオーナーの方がやっぱりね、不安だからやるっていうとこあるよね。千代紙折って10円玉入れるだけ。これはまあアシスタントの方が暇な時黙々とやるかもしんないけどね、新聞はアシスタントじゃ無理だよね。やっぱりオーナーじゃなきゃできないよこれ。こういうね、まあ、新聞じゃなくてもお客様に配るようなものね、これオーナーがね、それはいいやんだ、うちも真似しようっつんでね、誰か作れっつんでね 命令したってね、作れよ、やっぱオーナーじゃないと。無理やり作ってもね、心に響くようなものはできないよね。うちもね、ちょっとムクシン先生の話を聞いてね、新聞は作れねえけどね、で、新聞なんか作ってちょっと配る勇気ないよね。まあ、だけどね、予約の電話番号書いたものとか、混雑が予想される日って大体分かってんじゃん。まあ、今の時期だったらね、暑いから日中はあまり誰も出てこない。若い人がポロポロって来るぐらいだからね、朝と夕方ぐらいが混むぐらい。まあ、そのぐらいだったら作れるからね、まずはそういうのを作って、そっから、まあ、作るたんびにだんだんこういうのってうまくなるんだよね。いきなりはいいもん作れないからね。で、作ってるうちにね、なんか新商品の紹介、だって新商品ないかね。まあ、あとつけるとしたら、1ヶ月以内は、まあ、割引するぐらいのクーポン、1ヶ月以内はね、今日から1ヶ月以内は割引ね、毛染めとかカットね。まあ、1ヶ月ってことはね、40日いいんだよね。はいお疲れ様でした。